最近お料理の動画は揚げ物が多い気がしてならないんですけども、今日も牡蠣フライです。牡蠣フライといってもですね、衣をパン粉の牡蠣フライではなく、牡蠣の天ぷらです。あまりこう目にしないというか食べる機会がないような気がすると思うんですけど、今年ちょっといろいろやってて美味しいと思いました。これ生食用なんですけど、生食用と加熱用があって、でも2つともこれ同じ値段でよく売られてるんですよね。なんでかな、生食の方が高いような気がするんですけど、そうではないという、同じでも生食用でちょっとフライをしてみよう、天ぷらを作ってみようと思います。まずですね、これ蓋を開けて、海水と同じぐらいの、お水ですね、塩水、ここでちょっとですね汚れを取ります。まあ、汚れといってもこのパックの中で塩水で使ってるので、そんなにこう問題はないんですけども、一応こう洗ってあげる感じですね。あんまりこう取りすぎても旨味が出てしまうので。でさっきみたいなこうパックで売ってるものと、もう牡蠣の身だけになってラップしてあるプラスチックの容器に入って、ラップしてあるもの、まあどちらもあると思うんですけど、僕はなんかこう海水でパックされてる方が天ぷらにするときにですね、味がこうダイレクトに伝わってくるので、塩気がこう馴染んでる牡蠣の方が美味しいような気がするんですなので今日ちょっとそのパックを買ってみました。ね、軽くちょっと洗うだけでもちょっとこう濁りっていうんですかね、出てくるので、これをちょっと衣つけてあげていきます。軽く水気を切ってペーパーで水分を取ってあげます。あんまりこうナーバスに水分を取る必要ないのかなとは思います。軽くでいいと思います。で今日も天ぷら粉なんですけど、大体の天ぷら粉を今まで見てきた中で、まあ 100g 入れたらお水を 160.1.6の水分を入れてくださいって書いてあるんですけど、この牡蠣の天ぷらをやるときは、1.3 でやるとこう衣の乗りがすごく良くなります。牡蠣はどうしてもこう何て言うんでしょう、こういう水分がね多いものなので 1.6 だとちょっと辛みが悪いんです。なので、今回は、1.3 の天ぷら、ちょっと重めですね、重い天ぷらの衣で揚げていきたいと思います。ではでは、いきます。こんな感じです。海苔がいいです。まあ、生でも食べられるんでレアでも安心なんですけど、天ぷらの場合は何て言うんでしょうね、あんまりこうもうレアレアっていうよりは、やっぱりちゃんと少し火が入った方が何て言うのかな、うまみっていうんですかね、火の入った牡蠣のうまみを感じることができるんじゃないかなと思います。水で洗ってる時からこう牡蠣の香りっていうんですかね、海の香りのような感じのものがすごくしてて、で今日はタラの芽を見つけたので、もちろん
撮っては来てないんですけど、なんかね、タラの芽本当に撮って食べるのが夢です。でも新玉ネギとか新じゃがが出てきててその辺もね、もう美味しいですよね。さてさて、ちょっと火を、表面カリッとね、いきたいんですよね。あんまりこう表も中もグズグズだと美味しくないので、メリハリをつけたいです。良い感じでちょっと上がってきたみたいなので、できたやつから揚げていきます。タラの芽美味しそうですね。ではちょっと食べてみようと思うんですけど、この間ちょっと買った塩なんですけど、一の塩って言って、佐賀県加東島って読むんですかね、ここの塩なんですけど、対馬暖流海水 100% 原料って書いてあります。すごくね、旨味があって美味しいです。やっぱりこうマグネシウムがすごく多い塩なんですけど塩と天つゆ両方で、まずはちょっと塩で、美味しい。牡蠣の中までこう塩分がこう、なんて言うんだろう、染み込んでるって言ったら、もともとね持ってるものがそのまま口に入ってくる感じで美味しいです。今度はちょっと天つゆで、これ一口でいくかな。牡蠣の天ぷらなかなか思いつかなかったりやる機会もないかもしれないんですが、ぜひやってみてください。すごく美味しい。このまま、これはね、春の香りです。美味しい。ちょっと苦味があって牡蠣とすごく合います。大人の味、ジミーっていうんですかね。うん、美味しい。牡蠣の天ぷら止まんないです。ほんとジューシーで、口に入れた途端にこうビュッとこうミネラル感が広がる感じです。美味しいです牡蠣のシーズン終わんないうちにぜひ試してみてください。